PayPal でおつなぎします。20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。お電話ありがとうございます。金融庁金融サービス利用者相談室でございます。担当におつなぎしますので、ご案内に従い番号を選択してください。なお、通話内容につきましては応対内容の明確化等のため録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。ただいま担当者を呼び、お電話変わりました。保険担当の小笠原と申します。小笠原さん、いただくのは初めてですか？2回目です。1年前、去年の9月の半ばぐらいに一度ご連絡差し上げて、結局それ以降全然損害、相手方が損害保険ジャパン日本公安なんですけど。あ、そうですか。1年ぐらい前のお電話いただいて、去年の9月の18日になってましたね、多分。9月18日、担当している相談員の名前などは覚えてない。今ちょっとあれですけど、データ残ってるんですね。ですね。お待たせして、すいません。何県にお住まいですか？はい、で、損保ジャパンの件で9月18日ですね、はい、おそらく私がお話を伺っていたかと思うんですけれども。ああ、そうですか。はい、損保ジャパンは、担当はどこの支社でしたでしょうか、ね、宇都宮、栃木支店ですね。あ、宇都宮ですね。はい、はい、で、はい、じゃあその後どうされましたか？その後結局、逆に今年に入ってもう開き直って、私のことを訴えたんですよ。損保ジャパンが、はい、債務存在確認訴訟ってことで、調べたらなんか損保が乱発して訴訟を起こしてるらしく、これお母様の件でしたよね。そうです。それで息子に対して、はい、母が今年亡くなったんですよ。あ、そうだったんですか。それに対して、はい、母の利用料分ってことで、まだ結局、母が障害者にされた事件事故の慰謝料損害賠償等は一切払われない状況で、向こう側が債務存在確認訴訟ってことで、息子に対して相続人に対して訴訟を起こして、来週の水曜日が初めての口頭弁論なんですよ。で、結局、去年ご連絡して、その時、もう相手方の弁護士が懲戒処分されたと、いう内容で多分記録残ってると思うんですが。そうですね。はい。はい、弁護士の方が懲戒処分が出されたっていうことで伺ってたかと思います。で、弁護士、まあ、こちら側も訴える、あれを手立て取ってるもんですから、段取り踏んでるもんですから、逆に結局、相手方が、弁護士法違反っていうのも十分な、民法の不法行為なんで、損害賠償の対象なんですよ。そうすると相手方が、まあ、犯罪を犯しといて自分たちで、債務不存在確認訴訟を起こして一切払わないと、ということはこれ完璧な払いしぶりじゃないですか。そうすると、まあ、今これ、債務不存在っていうのはその損保ジャパンの方が起こしてるってことですよね。そうです。損保ジャパンの顧問弁護士が、懲戒処分された弁護士が起こしてるんですよ。それで、そこの弁護士、連盟のツインで4人いたんで、1人が沢田裕二がもう懲戒処分下ってて、で、2人目が、もう栃木県弁護士会のように懲戒請求を同じようにかけられて、もう、懲戒委員会の方に審査相当とこでもう処分下る寸前まで行ってるんですよ。ということも、損保ジャパンの顧問弁護士事務所の方で、2名懲戒処分下ると。で、去年結局ご連絡相談したんですが、結局何の、損保ジャパンとしては別にまあ当たり前のように対応してるだけで、まあ行政処分、常連の損保ジャパン日本コアなんで、さすがにこちら逆に訴えられて何してんだっていう話になってるもんですから、ちょっともうこれ完璧な払いしぶりなんで、一銭も払わないって言うんですよ。で、母障害者にしといて、故意過失はありませんと。で、損害賠償の債務ありませんってことで、債務存在確認訴訟を起こしてるので、もう、逆に裁判所の方の書記官でも相談してるんですよ。もう笑ってるんですよ。だって弁護士に懲戒処分されてるわけじゃないですか。で、来週から、裁判始まるので、で、その間に結局、損保ジャパンの支店の方とか本社の方にもかけてるんですけど、その懲戒処分された弁護士に、等対応してくださいとしか言わないので、いい加減ふざけてるなというのと、
損保ジャパン日本工業の系列の介護施設で、ご存知かと思いますけど、16年食中毒起きてるじゃないですか。で、その相談ってうちの方にも結構入ってきてるもんですから、いい加減このままだったら大変なことになるので、ちょっと金融庁から指導なりしていただかないと、追加の情報としてはこちらの方でもですね、はい、いただいて今後の行政に、それはもう去年聞きました、同じこと。はい、そうですね、もう前回の申しについては担当の方で、ただそれで結局向こうは何にも対応してないですから、単なるまあそっちから伝わったのか伝わってないのかわからないですけど、逆に調子に乗っちゃって債務存在確認訴訟を起こしてきてるわけなんで、じゃあ金融庁として、なってないじゃないですか。わかりました。こちらの方では追加の情報をいただいたということで、担当の方に申し伝えて、担当の方で内容の方は精査させていただきます。精査はもう何回も去年聞いてるので、それで結局損保ジャパン日本工業が逆に訴訟を起こしてきてるわけですから、じゃあこれわざわざ私もこちらお金かけて電話かけて金融庁税金使ってあれしてるのに全然機能してないってことじゃないですか。だって行政処分の条例ですよね、損害保険損保ジャパンは。こちら、ご相談者様が金融庁は機能してないのではないかということについては、そこはご意見としてこちらの方でも受けてます。ですからこれもう2回目なんで、いい加減本社にきっちりとした行政処分入れるか、でその前の16人食中毒の件もあれほとんど隠蔽状態だったんですかね。ちょっと食中毒の件はこちらの方でただ損保ジャパンの保険であれしてるんですよ、利用者は、被害者は。もしその当事者の方ということであれば、こちらの方に当事者の方がお困りであれば、こちらにご連絡いただく。じゃあ当事者が去年私がかけたんじゃないですか。ご相談者様の件についてはもう担当の方で精査させていただいて、精査はいいんだけど、ね、精査じゃなくて動いてください。そこは動いてほしいというご要望を受けた。だからもう逆に損害賠償を起こされて、損害賠償これ完璧な払いしぶりじゃないですか。そこも情報として受けたまわりますので、じゃあ金融庁は何ができるの。金融庁はいただいたお話について今後の行政に行かせて、それはもう何度も聞いたから、いい加減動いてもらわないと、税金の無駄じゃないですか。はい、わかりました。そこはご意見として受けたまわらせていただきます。じゃあ連絡入れるんですかね、入れないんですかね。こちらの方で担当の方が精査させていただくということになりますので、もう被害者亡くなってるんですよ、施設から追い出されて。ですのでそこは情報として受けたまわらせていただきます。おたくら情報で金取って電話あれしてるんだからさ、金融庁デタラメなことやってないで、指導するとこは指導きちんとしてくださいよ。はい、金融機関の対応、前回の音声もうネットに流れてますから、金融庁何やってんだって話になってんですよ。わかりました。前回の私とのご相談の内容を流れてるってことなんですか。そうです、もうネットに検索していただければ流してありますので、金融庁何をやってんだと、いう状況になってますから、今回のこの音声もそちら録音されてますし、私はお金払ってこちら電話かけてますので、今回の音声データもネットにすぐに YouTube に流させてもらいますので、きちんと早急に対応してください。かしこまりし、その旨担当の方に申し伝えます。で、その直属の今窓口の特命、損害保険ジャパン日本工業の特命課長さんの連絡先を教えますので、控えてもらえますか。特命、の担当者の名前ですね。担当、はい、今匿名課長の土子ですね。はい、でこれ宇都宮の新種火災保険サービス課っていう、支払いの担当部署なんですけど、新種火災保険サービス課ですね。はい、でそこの土子という匿名課長さんが担当して、結局昨日の段階からもう支店長出せって話になってるんですよ。こちらは結局その懲戒処分された弁護士の頭の悪そうな人ですねと、威嚇暴言侮辱発言されて母が障害者にされて追い出されてるわけですから、いい加減なことしてるなっていうところで連絡してたんですが、その担当の連絡先が050-0503788-0453
で、このまま結局宇都宮支店っていうか、まあそちらの栃木県の担当者が出てこないで、たらい回ししてるんであれば、もう本社の方の、こちら上場企業さんですけど、介護事業大手で、取締役の名前全部もう代表事項証明書で分かってるんで、本社の方にでも出向きますよってもう話してるもんですから、そうなれば、じゃあ、損保ジャパン日本公安の新宿の本社ダメだったら、金融庁出向くしかないじゃないですか。ちょっと金融庁の方お越しいただいてもですね、面談でのご相談を受けたまって、うん、だったら国民のために動いてくださいよ。はい、高齢者問題大切だって言っていながらこんなことしてるんだったら、完璧な払いしぶりじゃないですか。はい、そこのところは情報として受けたまらせて。じゃあ、早急に動いてください。人一人亡くなってるんで。個別の事案に金融庁直接間に入れませんけれども、担当の方にはもう伝えますね。はい、じゃあ早急にお願いします。はい、そういったご希望があったということで受けたまわらせて。はい、よろしくお願いします。はい。はい。